Hoshi-san, thank you very much for the honour and the privilege to be at the Brother European Dealer Meeting in Frankfurt today. Right. I'm really looking forward to learn more about the technology and the solutions. But before we do so, can you tell me a little bit about the philosophy, the history and the heritage of Brother and how you got into the machine tool industry? はい、ブラザーの工作機械事業を最初に始めるきっかけになったのは、ブラザーの創業の事業である、ミシンの加工機 の, その内製化のきっかけになっています、ミシンの、加工特にミシンで使われるネジは標準ネジではなく非常に特殊なピッチの細かいネジです。でこのネジを特にタップを作るためにブラザーはそのタップを作る機械を内製化いたしました。でそれが非常に出来がよくって外販することになり、特にタップあるいはドリルで穴を開けることを中心にした、まあ、そういった機能に限定した小型の工作機械を外販するようになったのがこの事業をブラザーでスタートするきっかけになったことであります。 You certainly have a rich heritageWhere do you see yourselves in the marketplace? Where are you positioned in your opinion? Okay. 我々の機械はそのようにその、ネジ切りタップそれからドリルからスタートした非常に小さな、金属加工のエリアを、得意としていることで、でしかもそれを高速で、加工するというところがそもそもの強みです。でそれをずっと磨きをかけてやってきておりまして、だから我々の今 の, その業界におけるポジションというのは、小型で、非常にスピードがあって、生産性がよく、しかも小型であるがゆえに環境性能もいいというところが我々の強みであり業界のポジションになっています。 There's certainly a range of machine tools that lend themselves to a multitude of applications and the speed is in the name. What are your global aspirations and goals as a business? まあその小型であることによる制限というのがいっぱいあったんですが、まあ、我々がそのテクノロジーをどんどん進化させることで小型であることのまあ、デメリット、特に加工能力が低いであるとか、あるいはその加工エリアが小さいというそういう制限をどんどん取り除くことが今できてきています、まあ、ですから非常に大きな幅広いアプリケーションで我々のもともと得意としている生産性の高さ、環境性能の良さを顧客価値として提供できるような形になっています。で我々はそれをさらに突き詰めていきたいと、だから小型の工作機械の中で、まあ、マーケットリーダーになりたいというのが我々の今目指すところです。The technology has evolved significantly over the years and it's continuously evolving with new products being launched all the time. How important is this to Brother as a business? この私どもの その技術の進化をする上で一番大切にしていることは、機電一体という考えでありまして、我々の機械は我々が独自に開発した制御装置で、メカニズムを動かしています。でそうすることによって、他社の、制御装置を使っていることでは実現できない最適な動作の追求ということができています。でしかもそういったものが自分たちの手の内にあるから、いろんなバリエーションの機械を、作ることを、まあ、可能にしているということがあります。まあ、ですので、まあ、我々が一番そのこういった小型で生産性がよく環境性能がいいということをそういう顧客価値を実現するために一番大切にしているのは自分たちでコントローラーを開発しているということであります。 It's brilliant. It's absolutely fantastic. Now, moving on to some other technologies and solutions that you offer, you're also proud to be reducing CO2emissions through the machine tools. How important is this to you again as a business? これは大変大事なことで、まあ、私たちの一番大きなそのお客様グループというのは、まあ、自動車産業です。まあ、自動車産業というのはそういったその二酸化炭素の排出量削減、カーボンニュートラルというところを非常に重視している業界でありまして、で彼らの直接的な自社の、カーボンニュートラルの削減、それから彼らの取引先の、まあ、二酸化炭素排出量削減、そういったところあらゆるところに貢献するために、まあ、我々は他社よりも環境性能に
大変優れた機会を提供したいというふうに思っています。これは自動車産業に限ることではなく、社会課題としての二酸化炭素の排出量削減、地球温暖化の、これを止めることですねに貢献したいというふうに思っています。Thank you so much for the in-depth review about your fantastic portfolio of machine tools. It's been a pleasure talking with you. Thank you. Thank you very much. ありがとうございます。